はい、タチャハオ、こんにちは、シャメイです。本日はアリスの精神裁判最終章の2回目やっていきたいと思います。おそらく今回もしくはまあ次回ぐらいで最終回かな。では5月14日の放課後。あ、どうしたのアリス。そういえば委員会の仕事終わったら来てって言われてたんだ。先生に？ううん、はるみに。うささん？そっか、じゃあ戸締まりは私がしておくから行っていいよ。ありがとう。今日委員の仕事があるって言ったのに。じゃあ待ってるなんて。はるみどうしたんだろう。いじめのことかな、家のことかな。先生に言った方がいいよね。でもそれも怖い。じくじくと胸が苦しくなった。私がどれだけ憧れても、私はお姉ちゃんや千秋のようにはなれない。東校舎の視聴覚室に来てか。はるみはどうしてこんなところに来いって言ったんだろう。視聴覚室の扉は開いていた。視聴覚室の中に足を踏み入れると、どんよりとした空気と鉄錆のような匂いがした。西日が強く差し込んで、視聴覚室の中は真っ赤だ。2歩、3歩と足を進める。そして、目の前には首が真っ赤になった宇佐晴美が横たわっていた。えっ？死んでる？晴美が横たわっているすぐ近くの机には、紙と指人形が置いてあった。一生、あの指人形は、昔私があげた。はるみはそれをずっと大事に持っていて。私が見捨てたから、はるみは死んだ。自殺してしまったの。そんな、だって、そんなはずは、私はそんなの望んでない。はるみは私のせいで死んだ。私ははるみを殺した。私ははるみを殺した。私ははるみを殺した。違う、そんなことはない。殺した。私ははるみを殺した。私ははるみを殺した。違う。私ははるみを殺した。私ははるみを殺した。私ははるみを殺してない。私ははるみを殺した。私ははるみを殺した。私ははるみを殺してない。殺した。いじめをしたやつが悪いんだ。私は悪くない。殺した。殺した。私は何もしてない。殺した。私が殺した。いや。とっさに紙と指人形をつかみ、視聴覚室を飛び出した。誰か。いやだ、私はやってない。でもそんなの一体誰が信じてくれる？こんなの誰にも言えない。言えるはずがない。私は殺してない。無我夢中で走った先に千秋がいた。アリス？私は千秋に飛びつき、ただひたすら謝った。ごめんなさい。その後、先生と赤井さんが晴美を見つけて、
パトカーと救急車が来るまで私は千秋にしがみついていた。何も知らない周りの人々は不謹慎だと感じながらこの非日常を楽しんでいた。人から人へ伝わる伝言ゲームで根拠のない憶測ばかりがまるで真実のように広がっていった。いじめがあったからだ。いじめの主犯格、赤い巻が殺した。いじめが苦痛で自殺した。親の育て方が悪かった。担任は気づかなかったのか。ハートの女王様、赤井さんは学校中から容疑者と言われ大変な思いをしたと思う。結局殺したという証拠は見つからず無罪が立証され数日も経たずに放免になった。当然だ。彼女は現場を荒らして事実をねじ曲げてしまったけれど本来であれば被害者なんだから。そして私も当然親しかった友人として何日も何日も事情聴取が続いた。でも私は何も答えることができなかった。私の知っているすべてを話すこともできたのに、私はそれをしなかった。詳しい調査の結果、晴美は自殺と断定され、私が本来の第一発見者というのが明るみになった。でも、遺書を隠したことも、同様のあまりやってしまった行動として、ほとんど咎められることはなかった。親友を失ったかわいそうな神崎アリス。周囲からの私の位置づけはそれで落ち着いてしまった。晴美が自殺したのは私のせいなのに。私は何度だって晴美を助けるチャンスはあったのに。私の優越感のためだけに晴美を苦しめてきたのは私なのに。私には何の罪もない。神崎さんは悪くない。そう言い聞かされるほど、そう思い込もうとするほど。幼い頃の晴美が私を見つめているような気がして、平気な顔をして晴美が死んだ後も学校で生活している私を責めているような気がして。5月の末に私は倒れてしまった。晴美に関することすべてを忘れたいと願った。それで記憶がなかったんだね、最初の時点で。これは本人なのか？これも赤の王様もアリスか？そう。私は忘れたくないと思いました。けれどそれと同じくらい忘れてはダメだと思いました。そう言って目の前の赤の王様はベールを取った。そうか。精神裁判は私自身が私自身の罪を裁くための裁判です。被告人前へ。神崎アリス。はい。あなたの罪はすでに暴かれました。はい。あなたの罪はあなたが最初に言った通り何もしなかったこと。何度だって機会はありました。救いの手はあったのだから。そして本気で晴美と向かい合うべきだった。そうすれば本当の友達になれた。はい。神崎アリス、あなたに判決を言い渡します。はい。判決は。まさか、ここで？木槌の音が鳴り響く。そして、
私は長い眠りから目覚めた。きっともう忘れることはない。逃げることはない。これからすべてを打ち明けて、死ぬまで一生この記憶を胸に生きていくんだ。それが私の罪の償いだから。いやでも、死者猫みたいなタイプだったらちゃんと受け止めてくれそうだけどね。アリス。あ、やっぱり。背後から声をかけられて振り向くと、そこには友人の猫塚千秋の姿があった。一緒に学校行こう。うん、千秋。いや、よかったよかった。あ、これが白うさぎさん。あ、でも可愛らしいですね、やっぱり。やばい、このイラスト。さあ、エンディングですね。いやでも最初から最後までしっかりと一貫してましたね。もう出だしで言ってましたもんね。何もしなかったことが罪であると。これはもう相手に向き合うこと、相手を本当の意味で救うっていうことみたいなのが何にもできてなかったっていうのが一番の、まあ、罪と言ったらあれですけども、ベストな状態ではなかったと、ベストな関係ではなかったっていうのが、まあ言ってみれば罪なのかなという感じですね。いやでもこれあれか、中学校の入学式の写真なんだね。で、入学から1年と、じゃあレビューの方後でさせていただきます。いやでも素敵な作品でしたね。結構これは友人同士とか、まあ友人じゃなくてもそうなんですけども、まあ、自分と他者との関係みたいなのをこう見直すいいきっかけになるんじゃないでしょうか。お互いに依存してないでしょうか。自立した中でも助け合える関係っていうのが一番ベストなのかなっていう感じはしますね。なかなかそこの考えまで至るのって難しいのかもしれないですけど、まあ、多分いろいろ人間ってこう失敗とか繰り返しながらなんか精神面で成長していくものかなって思いますね。ではご覧いただきありがとうございました。結構この話重かったんで途中で一回止めてたりして、結局クリアするのに多分半年ぐらいかかりましたね。はい、ではご覧いただきありがとうございました。また他の作品等で配信等でお会いいたしましょう。では失礼します。